第50回衆議院議員総選挙は今日が投開票日で、朝から投票が始まっています。投票は午前7時から全国4万5000カ所余りの投票所で始まりました。今回は小選挙区の定数が10増10減となり、初めての総選挙です。小選挙区比例代表合わせて1344人が立候補していて、そのうち女性は314人と過去最多です。投票率の途中経過はまだ発表されていませんが、おととい25日までに期日前投票を済ませたのは有権者の 15.77% に当たる1643万2901人でした。これは前回の同じ時期と比べてわずかに下回っています。投票は一部の投票所を除いて午後8時に締め切られ、深夜には大勢が判明する見通しです。つば九郎、ツバメは投票権ありませんよ。つば九郎の一票は皆さんに託します。届け国民の声、27日夜はライブ選挙サンデー。